の中にある世界地球管理センターでは、地球上の各地から刻々集まってくるデータを集約して、世界中の気象をコントロールしています。日本の自然と日本人の夢をテーマに、未来の壮大なスペクタクルショーを見せる三菱未来館。了解了解、カラフチより台風コントロール隊を発進させます。ロケット隊台風上空に到着、薬剤を散布します。自然を克服する未来の人類社会を科学的に説明してくれます。ロケット隊台風上空に到着。スペースシアターと称する未来音楽堂を誇る鉄鋼館ロビーに置かれているフランソワ・バシエ制作の彫刻楽器を使って、竹光徹が作曲したフリーミュージック、演奏は日本フィルハーモニーです。
春の日差しの中の千里ヶ丘万国博会場はダイナミックな音、光のきらめき、あふれる映像に包まれています。